はい、今回はどういう企画でしょうか、池田君。はい、ありがとうございます。緊張してるやん。今日ちょっと橋本真央選手がご来店されるので、ちょっとドッキリを仕掛けていきます。内容はちょっと僕がタメ口ドッキリって感じでやっていきます。タメ口といえば池田やもんな。あ、そうです、はい。一番得意やろ、タメ口真央って言われてるんで。多分真央くんがタメ口使われるのめっちゃ嫌いって言ってたんで、ちょっとそこに対してちょっとタメ口一番得意な池田を投入してバンバンちょっと使ってもらおうかなと思ってるんで、多分カット動画の後の対談みたいな時に、もうあれめっちゃ良かったよ。手出ると思う。兄さんどう思う？手出るはやばいんじゃない？手はさすがに出んかな。俺が行ってほしい人間だよ。多分行かれるかなと思うんで、ちょっと行かれる覚悟でやっていきます。はい、それでは今から真央さんとブースで対談をしていこうかなというふうに思います。よっ、ありがとうございます。真央さん、この勝利おめでとうございます。ありがとうございます。いや、結構余裕やぞみたいな感じで。そうですね、なんかグイグイってね、いい感じで。そうですね、なんかいつもみんなみたいな感じで気持ちみっちゅうよ。ぶっちゃけ真央さん的にこうやってて、これいけるなみたいな思った瞬間ありました？始まってすぐですね。あ、もういったっすね。チャウンド始まって速攻トーナメントじゃないですか。自分なんか作戦みたいなのあったりしますか？準決勝一発目は倒しに来ないんで、こういった時にレベルが構えて、そこをバゴンと一発かます感じですね。そうです。何より思ったのが、バオ君が今までに一番楽しかったよね。めっちゃ楽しかったですね。なんか今までは勝たなかった、めちゃくちゃ自信があったので楽しかったですね。やっぱり今回地元からとか、はい、結構応援来てたじゃないですか。やっぱ力出ましたね。そうですね、入場の時とか見て、いや、ね、僕もやっぱり真央さん目の前で戦った姿見て、勝った姿見て、本当に良かったです。僕はちょっと画面に見たんですけど、携帯でギリギリの戦いだったな、負けそうになるみたいなことは思ったりはした。いや、ポイントは全部取ってるよ。まあ判定勝ちだし、本当はもっと一発来たかったんで、今回の試合、吉岡ビニー選手と黒田選手、どっち勝つと思います？チームも強いですけど、まあ、ビニー選手が上がってきてほしいかなっていうのは。それは間違いないね。絶対ビギン、まあ、俺はビギンの場所かなと思うけど、ビギン決勝行って、マオとビギンと、まあ、ビギンの場所なんで、でも勝てると思ったのかな。いや、ビギンのファンというか、もうどうやろう。日本とは、スペルから取り直します。よろしくお願いします。まあ、でもマオさんも2回、まあ、デビューだったりね、負けて、で、まあ、その悔しい始まったから今回勝てて、で今回、まあ、熱い思いはあるし、絶対その気持ちでは絶対チャンピオンっていう感じで、もうそのチャンピオンになるような悔しいってるし、でも実際でも2回負けてるんで、日本で言えよしみたいな。はい、池田君が真央君にこうタメ口を話して、真央君がどういう反応するかっていうドッキリでやったんですけど、逆ドッキリを池田君に仕掛けていこうかなと思います。でも真央君はバチバチ言ってもらった。ちなみにどこまで行きますか？みんなどこまで行っていいですか？腹立ったらもうそのまま行ってもらって。わかりました。大丈夫なんで池田君の反応見ていきましょう。実際じゃん、痛い負けてるとかあるし、勝てると思ってんだねえ、勝てると思ってんだね。逆ドッキリやね。あ、逆。あ、マオ君は。知ってた。僕がもう。あれ、そう。逆ドッキリ。状況を把握してない。って感じで、マオさん、逆ドッキリでした。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。